おはようございます。ジェータ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。たまにやるこの拍手の意味は特にないです。最近ですね、うちの職場の話なんですけど、時々このね、動画の時に職場の話してるんですよ。まあ大体イオーポンとか言ってカット入っちゃうんですけど、ね、最近ね、激務になりまして、生放送でもよく言ってるんですけど、激務になりまして、まあね、皆さん腰が痛かったりね、大変な思いしてるんですよ。あのですね、僕が、ね、Twitter でうどんが文句言ってるのね、フォローしてる方なのね、結構知ってると思うけど、いや、今までね、レジェンドクエストを始めからやってきて、すべてのナンバリングをやってきたわけですけどもね、いよいよ、最後の、レジェンドクエスト9に、挑みたいと思いまーす。いや、もうね、モンバトが出る最後に出たのがこの9ですからね、はい。9とは静止外連動をしたりとかね、まあ9のモンスターだからそのせいで少ないんですよ、結構。はい、なのでね、結構なんか突貫工事でね、やってきた。ドラゴンクエスト9やっていきたいと思います。行こう。いや、ラストだよ。いや、少ねえな、SP。 最後なのに SP が悲しいな。たった4種しかねえよ。守護天使、おっと、そこからやんのね、ちゃんとちゃんとそこからやんのね。ラビアルは消えろ。え、あ、待って、BGM！ 9 の BGM だよ。さあ、世界一散らばってしまった女神の果実を見つけるの。あ、ちゃんと女神の果実からやんのね。いきなりなんかさ、ガナン帝国乗り行くとこまではなかったね。いや、いい曲だ。さあ、今回が最後のレジェンドクエスト。一章は天帝の剣で参りました。一章からね、勇者のね、合成武器、天帝の剣を振りかそうと思います。よろしくお願いいたします。オトマスされた後、モーモン、行くぜ！ナイン代表。ナインを代表するモンスターですよ。数少ねえモンスターが来たぜ。一色しか使えないでしょ。このナインの戦闘曲に乗せて、いざ、レジェンドクエスト9攻略スタートでございます。なんか、え、待って、え、あれモーモンちゃん、ちょっと待って。まさか、ちょっと待って、待って。モーモンが3体いるぞ、この場に。ちょっと待って、モーモンがこの場に3体います、なんと、いきなり。なんでいきなりモーモンが3体ってことは、あれ、一撃滅魔さーん。あ、これはまさかの、はい、うわ、刺さった。その刺さり方はないわ。全員悪魔やん。モーモンかマッチ、全員悪魔じゃん。ちょっと待ってくれよ。モーモン3体いるし。なんでスライムとか出てこなかったの。カマッチも出るけどさ。行くぜ、巨額ホラーフェイスサイト。カマッチ完全にデコいじゃん。打撃弱点だからね。さあ、ナイン出身、ダーマ周辺出身、スライムシャン。ここは、あ、ダメージグランドネビルがあるけどさ。まあ、使っちゃおうか。そうか、ダメージグランドネビルがあるか、一応。そうか。グランドネビルがあるぜ。今回ダメージ系に。これがあるだけで全然違うぞ、難易度が。ダメージ系なんか全然、クソザコや。あのクソザコや。満タンやねな。ほぼ満タンだからしゃあないもんな。ちょっと待って。歌うとかラリフォーとか怖えんだけど。大丈夫かな。はい、ナイスガード。さあ、行ってこい。ここで天地、雷鳴拳。うわ、ちょっと待ってくれよ。あ、こんな衣装見たくないよ。イザヤールでもここまでしねえな。黒騎士。おや、そんな飛ばないね。黒騎士って言えばね、ま、え、でも初見でみんな苦戦したやつじゃん。俺一人旅して偉い目にあったぞ。戦闘時間事情は、黒い騎士の噂で持ちきりなのだった。もう、いや、画面出てもうてるな。あなたですか。今回のレジェンドクエスト9にはですね、ちょっととある SP が使えるんで、ちょっとそれも活かしてみようかなって思います。ただちょっとアンクルホンあたりが大丈夫かな。アンクルホンあたりがちょっと不安なんですけど、防御は。とりあえず火力で押そうとは思います。一応今回の SP 自体は、あ、まあ確かに種類は3100になってんな、HP。
あの、種類は少ないんですけど、いずれもね、強力な SP ばっかなんですよ。聖なる祈りしかりね、メイクアップしかり、ね、かなり強力な SP が揃ってるんで、結構ね、あのね、少数精鋭な感じ。はい、とりあえずメラミンぶつけてみましょう。どうだろう ?HP3100。あー、でも、十分十分十分。等倍でなら大丈夫。で、ヒャタルコで行きましょう。黒騎士レオコンね、シャドウに弱いんで、はい。シャドウ効くんで。レオコンシャドウ効くでしょう。はい。オッケー、いいダメージ出るわ。さあ、ここからよ。稲妻雷光好き。来たよ。スキャバトレオンもこれね、めっちゃ使ったわ。よけろ!これ、ホースデビルやばいな。ホースデビル麻痺っちゃうからね。怖いんだよね。あ、オッケー。サンクロホ行ってこい。行ってこい。氷結の呪文。たまには俺もこいつ使わせてくれよ。800分の1。やる!やりますかね。このパーティーのね、真髄、見せたいと思います。これですよ。行きましょう。呪文といえばそう。リカー!リカー!僕はムーンブルク派なんですけどね。僕はムーンブルク派なんですけど、まあ、シャドルコ行こうか。これ!これお前!あ、1、2の3、はっやはんねえ、一番ダメなやつ。ねえ、一番ダメなやつなのよ、それ。お前一番やっちゃダメなやつ、それね。もう。外すわ、あんた。フルブレイクだわ。これ、お前。いや、アンクルホーン、ほら。ちょっと待って、ワンチャン死ぬ見えてるぞ。さあ、ここで、ドルマン、あねえ、相手誰か分かってんねえ、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 ちょっと。ちょい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 。メラミとあんま変わらん、これ。これ、メラミと変わらん。君たち、すでに最悪の選択を選んでないでかい?お前ら常に最悪の選択を選んだんだよ。シャドウ5!おーい!おーい!山彦の悟り。なんで俺の声まで山彦の悟りしなくちゃいけないんだよ。すべてにおいてさ、違う選択肢とんのやめろよ、お前ら。なんでおめえら全員違うとこ選ぶんだよ。5割を全部外すなよ。5割全部外しやがったな、お前。何してんだよ。しかもフルビが外したしよ。でも待ってよ。450台か300。いや、多分、呪文3発でいけるでしょ。いや、呪文3発で。呪文3発で落ちるんじゃない?シャダルコとメラミ?うん、大丈夫、いける。ちゃんと当てれば。怖いのは今沢雷光好きの麻痺とか、暗黒魔界人の、暗黒魔界人だったっけ?雷鳴疾風陣だよ、お前。暗黒魔界人違うよ。ゲームが違うもん。氷結呪文、シャーダルコー、それでいいのよ。あれ、何?わざわざボス演出まであるんですか?いやー、もう、お前物理でこいつと大変だからさ。敵の剣、お前超強いからさ。あれ来る海どこ、もうあれどこの話やこれ。レオコーンから時系列をたどると、病魔パンデルムとか、ダーマ死んでおるわ。ああ、ダーマ死んでおる。主様という存在がいるらしいのだが、まあ、いるね。あの、いや、だいぶ飛んだね。たまにはメギラあんまり見ないやつっすね、これ。威力の杖とドラゴンの杖っていう強すぎるマジックダブルスキャンは許されなかったんで、メギラになっちゃうんですよ。見てください、お供のチグハグ感を。ちっせーし、おっきいし。さ、もうね、見てくださいよ。見えますか?見えませんね。はい。見てください。もう画面が違います。もうヤマタノオロチとから見た瞬間分かってた。来るんだろうな、思ってた。行くぜ、メラとギラが合体する。ガチャジモン、メギラ、灼熱、いけーおらうわ、めっちゃ効いとる。海の魔物だもんな。さあ、呪文攻めしていこうぜ。恐るべき、爆発呪文の23って、呪文攻めにしてやれよ。呪文通りいいね。なんで、主様いるんすかね?鬼火、行きます。いけ!鬼火だ!せーの!うわー!もう結構効いた!なぜだ?なぜ主様ができた?何?大津波。なんで新規モンスターにお前が選ばれちゃったんだ?
あ、すげえ、メイルシュトーム。結構食らうな、結構食らうな、結構食らうな。冷静に言うことじゃないでしょ。結構食らうなって冷静に。てか普通に専用で食うんじゃねえよおめえ。メギラン放射オーラ。でもメギランでさ打点がものすごいかったんで。てかヤマタのオロチだのさ、テリーだの来たらもうね、なんかね、ヌス様来ても慣れたわ、なんか。あ、ヌス様はまあまあってなっちゃう。はい、電よいしょ。どう、あ、効く効く、攻撃でも大体効くね。ピクシーが打点どっちも、おーらし、なになに、アイドユニットかい。いやもう完全にメールストーム、それ完全にメールストーム。にゃー、おー、よける、ピクシーちゃんよけたね、いいよ、素晴らしい、いくぜ。とりあえず呪文攻め、スーパーアイマズ連爆。いやー、果実を、果実を持ってるやつを倒す的なね。なるほどね。じゃあここはグランドに見ろ。これで多分550打点は出るから、それであと誰か走って終わりでしょう。なんかもう慣れたわ。なんかね、9になってくるとですね、なんかね、テリーの時に驚きすぎたせいでね、なんかこいつ出ても、あー、ヌス様いるわみたいな。原作再現じゃん。はい、終わりでーす。ユーの勝ちでーす。あ、なんだ、ヌス様、ここはなんか倒れるモーションくれよ。良好にあったんだから。